はい、オルガンライフです。某所、まあ細かいことは言わないですけど、そこでブログのために写真を上げてる人がいました。まあ店みたいなところなんですけど、綺麗に写真を撮りたいということで、その人がまあちょっとおしゃれな店を経営してる人からカメラを借りてきた。まあカメラといってもこのミラーレスの普及拡大のものですね。ただなかなかうまく撮れなかったみたいなんですよね。それだともう一つ、ズームの仕方がわからないと、まあアタフタした。まずズームの問題。そのカメラ貸した人がおしゃれに撮りたい。あ、だったら単焦点の 50mm。まあそれはそれを貸す気持ちわかりますよね。ただ単焦点でズームできないんですよ。非常に綺麗に映る。あと、F 値というものがちっちゃいですので、前後をぼかすことができる。よりテーマに沿った写真を撮ることができるんだけど、知らないとなんじゃこれですよ。まあそれだと写真を撮るとき、綺麗に撮るとき、マニュアルモードをおすすめしますね。マニュアルフォーカス、マニュアルモード。なんか難しそうですけど、覚えちゃえば簡単です。まあこちら、ミラーレス一眼。これも単焦点の 30mm がついてますね。これレンズキャップ、つける癖、早めにつけといてください。まあレンズ傷つくと嫌ですからね。私はレンズプロテクターつけてますけど、あの先ほどの話の人はついてなかったですね。剥き出しでした。あー神経使うなーって。早く閉じようって。それまずカメラ。ざっくり要素が4つありますね。まあ1つはピント。どこにピントが合ってるか。これ分かりやすいですよね。そのどこに合わせるか。ここをぐるぐる回すと合わせれますね。次にシャッタースピード。シャッターが開いてるスピードですね。数字がちっちゃいほど速いです。ただ暗くなりますね。あの数字がちっちゃい。あれ分数ですので、50分の1と100分の1。100の方がちっちゃいですね。あの、シャッタースピード100とか50とかっていうの。あの、分数の下を言ってるから気をつけてください。50より100の方がちっちゃいです。で、もう一つ絞り。絞りを開けると、非常に明るくなる。あ、だったら絞りを開けとけばいいだろう。明るくしとけばいいだろう。絞りを開けてシャッタースピードを速くする。それで簡単だろう。ただ、絞り。あることが変わるんですよね。先ほどピントの話をしましたけど、ピントの合う範囲、それが狭くなります。これにピントを合わせてる。その時に、絞りの数字が大きい。そうすると前後。ただ暗くなる。っていうか、絞りを開くと、まあ、数字をちっちゃくするですね。そうすると、この前後はボケます。あの、ボケたら悪いだろ。そんなことないんですよね。あの、人を撮るとき、人が主人公だから、周りは映ってほしくないんですよね。手前のもの、後ろのもの、できるだけボケてほしい。それ、その時に絞りを開いとくと、ボケます。ただ、開きすぎも、まあ、鼻に合ってて、目に合ってないとか、そういうことがありますので、ほどほどに開いてください。最後に ISO。これも感度ですね。これ何なのか。カメラが頑張る率ですね。ISO が低いと、まあ、ノイズが乗らないです。そして ISO を上げると、明るく映るんですけど、カメラが頑張っちゃうからノイズが出ます。ただ最近のカメラ、頑張れるんですよね。だから ISO の値を徐々に上げてって、あ、このくらいやったらいいな。それ見つけといてください。それを固定にしておきます。そうするとより明るく撮れますからね。ISO の調整は前もって暗いところを撮影して、あ、このぐらいのノイズだったらいいなっていうところまで上げてください。これだけ知ってればかっこいい写真撮れますね。ちょっとインスタ用にミラーレス一眼買ってみたけど、なんかスマホとあんま変わらないな。そう思ってる人、マニュアルフォーカス、マニュアル録音にしてやってみてください。明るすぎる、暗すぎる、画面見りゃわかりますからね。明るすぎたらシャッタースピードを速くする。暗すぎたら絞りを開く。ノイズが乗らない範囲で ISO を上げてみる。そういうことができますね。まあ、あと、店の写真とか撮る場合、料理の写真撮る場合、料理が主体ですから、その前後はボケてた方がいいですね。だから料理がボケず、奥の背景がボける。そのぐらいのところを見つけてください。もう今撮った後画面に出ますから、あ、ちょっと悪いな。ちょっと絞り開いてみるかとか、絞り閉じてみるかとか、そういうことできますからね。だからミラーレス一眼買った人、ぜひマニュアルモード挑戦してみてください。そんなに難しくないです。ちょっとした遊びだと思ってやってみてくださいよ。別に爆発することもないし、怪我することもないし、財産失わないし、失うのは時間と電池ぐらいです。メモリも消せます。何にも悩むことないじゃないですか。ということでやってみましょう。では、バイバイ。